ご近所への迷惑も。まさかあんなところでミスっちまうな。クソ、あの時て俺が欲を出さないとダメだ。終わった。金返る補助を悪く止めるな。いけねえ、最後だと言いする気だが。23年か。どうしよう。もしかしたらあの人。返事がないぞ。そんなの嫌だ。タイガさん、うるさいですよ八神様。ご近所迷惑を考えてください。待ってよ、物音がしたんでしょ。それどころじゃないって思わないの。タイガが自殺ね。確かに最近様子は変だったけど。僭越ながらひばり様のお話はいささか妄想が激しすぎます。イスルギ様は借金取りに追われて死を選ぶよりしぶとく国外逃亡するようなタイプかと。もう部屋にいなかったりして。なんで二人ともそんなに冷静なんですか。とにかく返事がないなら無理やりこじ開けて中を確認するしかないでしょ。ぶち破りますか。うん、そうしよう。ひばりさん、掛け声を。わかったわ。なゆたくん、ゴー。ダジャ、せーの。なゆた、ストップ。そのままそこにステイ。羊くん、持ってるよね。おや、こんなところにマスターキーが。持ってるなら最初から出してよ。貸して。タイガさん。こんなことに。どうしてこんな選択しかできないの。バカ。あのひばり様。タイガさん、まるで眠ってるみたいに。タイガ、君のことは忘れないよ。どうか。ごめんなさい。動いた。ふぅ、なんだお前ら。おね。ああ、寝落ちしまったのか。急に手張っ。ああ、俺が自殺？なんでそんなことしなきゃならねえんだよ。だってお金が必要だって言ってたから。どこで聞いた。ガレージ電話で。ああ、あの時か。ち、中途半端に聞かれちまってたんだな。電話の相手はな、俺がいた施設のガキだ。んなこと言ったってゼッケン発注する金なんかお前らにはねえだろ。僕たち年長組は名前だけのゼッケンでもいいんだけど、小さい子たちはシスターの作ってくれるゼッケンを楽しみにしてるんだ。学校で自慢してる子だっているんだよ。
に名前だけのゼッケンなんてつけていったら嘘つきになっちゃう。親がいないからだってバカにされるかも。わかってる。こうなったら別の手で用意するしかねえな。兄ちゃんならどうにかできるの？ああ、さっきも言った通りだ。心配すんな。大船に乗ったつもりで任せとけ。そんで期限はいつまでだ？1週間。今度の日曜が運動会なんだ。あ、マジかよ。もう少しどうにかなんねえのか？町内会のおじさんにも頼んでみたよ。でもシスターが風邪で倒れたって理由だけで予定を変えるわけにはいかないって。ひどいよ、みんな楽しみにしてるのに。大人はみんな僕たち子供のことなんてどうでもいいと思ってるんだ。うるせえ、わめくな。わかったわかった、俺がきっちり耳揃えてゼッケン用意しといてやるからよ。本当？でもたくさん用意しなきゃいけないよ。今からやっても合わないかも。一発逆転は俺のお箱だからな。町内の運動会か、懐かしいな。みんな親に作ってもらった可愛いゼッケンつけて参加してましたね。そういうのをやってくれるお店はないの？あるにはあるんだが、うちの施設にそこまでする余裕はねえからな。それで倒れたシスターに代わって君がゼッケン作りをやってあげることにしたわけか。ああ、まあ見ての通りの惨状だけどよ。もうタイガさんってば、水臭いですね。言ってくれれば手伝ったのに。お前に任せたら全部ビリビリになって帰ってきそうだからな。まあ手先はあんまり器用な方じゃないと思いますけど。一夜はやらねえだろ。やるよ、ひばりさんの頼みならね。そりゃ望みねえな。で、シオンは？知り合いのデザイナーなら紹介できるよ。どこの高級ブランドさんゼッケンで？で、まあ春日も論外として、結論、頼れるのは自分だけってことだ。だからって何も言わないなんて。今言った理由も少しはあるけどよ。正直言うと、同じ施設で育った俺の手であいつらのゼッケンを作ってやりたかったんだ。え？うちのシスターのゼッケンな、むちゃくちゃクオリティ高いんだぜ。花とか動物の刺繍たっぷりでさ、その辺の家庭には負けねえぐらい可愛いやつを全員に作ってくれるんだ。それが毎年の楽しみだったな。いるやつらに対抗するわけじゃねえけどさ、親のいないあいつらに寂しい思いはさせたくねえだろ。だからいろいろと頑張ってみたんだがな。ま、とりあえず半分はできた。あともう少し頑張りゃなんとかなんだろ。じゃあ、俺は続きをやるから。待って！ね？あ、
お説教なら聞かねえぞ。悪いけどマジで余裕ねえからさ。そうじゃなくて、手芸得意なの。あ、だから私手芸は得意なの、趣味なの。お嬢、刺繍もできるし、可愛いマスコットだって紬に頼まれて何度も作ったし、とにかく得意なの。今そんなこと言われたらすげえ期待しちまうんだけど。そういうつもりだって都合よく解釈してもいいのか。すれば。マジで。手伝ってあげるって言ってるの。仕方ないでしょ。あなたがやるよりずっとマシなはずだから。言ってくれんじゃねえか。でもまあ確かにこれよりひどくはならねえよね。言っておくけど、これはあくまで施設の子供たちのためだから。ああ、分かってる。これでなんとかなりそうだ。オンニキル、お嬢、あいつらも喜ぶぜ。ひばりさんがやるなら当然俺も手を貸さざるを得ないな。僕も。うん、ああ、よろ。ガスが、私ソーイングセットですね。ひばりさん、ありがとう。新しいデザインが…夏や…みんな、おい、なんで距離と…別…さてはお嬢、また…刺すわよ、針で。いい、いい。電車で何かあったんですか？何もないわよ。聞きたいか？聞きたい。気になるね。あれはそう。黙って作業して。はい、ただいま。あ、うん、ミルク多め。何か言った？いや、何でも。皆さん、お疲れ様でした。でも、まだ君は。結構です。一人でやった方が。一夜。分かった。はいはい。おやすみなさい。で、これは俺の仕事だ。そう。いりません。そうかよ。なんだよこれ。あなたが作っ…クマが好きなやつがいるんだ。そんなこと言ってない。そんなに思っ…面白い。まあ、もう11…だからお嬢だけに押しつ…あと少しだけだし、さすがにタイガス…いや、まあ、それ…何よ。そうじゃねえよ。ああ、こっち向くなよ。え？いいから。一体…少しくらい。重な体重かけて。だから。いいから、じっとしてろ。その…それと…
かしいからこっち見んな。完全勝利ってもう見せる。私の方こそ。え、お、そ何笑ってるのよ。なんだよ、照れてんの。違います。さっきみたいに。そのこと確かに。あ、やっぱり本当に自分で。事実だし。もういい加減話して。調子に乗らない。おっかねえ。お疲れ様。夜遅くも。ひばりちゃん、おいで。みなさん、タイガさん。なんだ、みんな。そういうの自意識か。ああ、大喜びだ。そう。照れんな。え、別に。何よ。あれ、前より仲良くなってる。ああ、どこが。どこが。あの、真似しないでくれる。おいおい、それは俺のせい。来ましたよ。ナユタ、声が。一夜もね。皆さん、こっちです。あ、ここで何してんだ。さっきまで。なんで正直。だってその方がいいと思う。ああ、俺はそんなに丈夫にできてないから。別に。なんでって。まあ、君が一歩リというか、そもそも俺がすでに。タイガさん、ずるい。俺もタイ。おい、バカ。あれがタイガの手口だ。ちげえよ。彼女の部屋まで行くのかい。お前ら、いい加減にしろ。殴ら。俺は丈夫じゃないって。さっさと自分の部屋かい。ああ、はあ、マジら。愛のメッセージ、受け取ってくれたかな。ひばりさん、一夜のことは放っておいて。そんな、いつでも。君たち便乗はやめ。便乗じゃないですよ。おい、一夜ね、うるさい人。行きません。相手が誰であろうと。んじゃ、全員で行く。は？二人じゃなきゃいいんだろ。は？少し残念。せっかくだから。それいいですね。つむぎが無理だから。とにかく。
ひばり様、何か。何も思い出し笑いよ、気にしないで。何？相談って。相談。スパッと言って。どうしても会いたい人がいるんだけど、それを男？あんたも意外とやるじゃん。そりゃあの人たち。あんた。ついでにうまい言い訳も考え。じゃあラビの面。それ。ノアの家じゃなく、今日は細かくチェックするから。本当に行っちゃ安心してナイタ。ああ、俺も絶対や。まあ迷子にはならない。余計なお。とにかくあなたたち。いい、いい、大切なお友達だ。そうよ。それじゃあ。どう？うまくいったわ。ありがとう。黙って。有村様。そういうのいらん。お邪魔するのですから。大事なお嬢さんを預からせていただきます。いってらっしゃい。買い物のついでだし。いや、ま、バレないようにうまくやんなよ。人は見かけによらない。約束の時間にな。かわいい。驚かせちゃった？いえ、私こそ。ああいうの好きなの？うん。ひばりさん？まだ。どれにしようか。お待たせしました。フォンダンショコラ風パン。どうして謝るの？それで聞かせてくれる？スパダリ君だね。スパダリさんはわざわざ学校まで迎えに来たり。迎え自体が嫌じゃないなら条件をつけてみたら。人がいない場所になら。俺様君の様子は？あの人のデリカシーのなさは4人の中でもずば抜けてます。年頃の女の子にはいろいろあるよね。僕だったらそんなとこ気にするって。ウルフワさんは話が通じません。話が通じないのは困るかもね。自分の気持ちが伝わらないのって辛いし。話、行動で示すって感じで。話が合わない相手って。中堅くんの話も聞かせて。彼の暴走も相変わらずです。数百メートル先から私を見つけ、その後は必要なものはないか、してほしいことは、うん、頼み事ができるまで静かに。彼らもカズさん。僕はあくまでも第三者だからね。でも話を聞いてる僕からすると、
ひばり前に彼らに。わかりません。それは恋愛対象として好き。正直に言う。じゃあ私だから友人に相談しても。アプローチは受けてる。そのアプ僕からすればどうして。ごめんちょっといい。それに人を好きになるのは理屈じゃない。彼らが自然と君を好きになってもおかしいことは何もないと思う。じゃあ一つ質問して。もし彼らが本気で君を好きだった。愛している、ひばり。マジで好きだ。本当に好き。大好きです、ひばりさん。本当に。やだ。彼らに好かれるのそんなに嫌。あの、嫌とかじゃなくて。なるほどね。彼らを恋愛たきっとひばりさんは。だから慎重に。もしそうだとしたら。確かに話を聞く。でも僕は彼らに会ったから。はい。あの今日は、あの警戒さ。違うんです。冗談だよ。そんなに。うん。今の仕草スパダリさんにそっくりです。それはその。あ、冗談だって。はい、ラビ。ありがとう。あの、ごめん、帰る。お帰りなさいませ、有村様が。ご彼女はもう帰った。ひばり様、お付き合いされるご友人はどうぞ慎重にお選びください。有村さんのこと。どうぞ早く中へ。うん。帰ってきたみたい。みちゃん、これです。ああ、俺の愛を込めたこのハート型ラブ。我ながらか。しかしすげえ量だな。うわあ。それにしてもティーパーティー本当だぜ。予行練習だからこそ大量なんだ。つまり俺たちは毒味役か。そうだね。僕ももう少し。もうどれも美味しい。じゃあ残りはお前にやるよ。僕もナユタに。やったー。うーん、幸せ。僕は紅茶のおかわり。俺はしょっぱいもんくれ。君たち。うん、このモカロールって。俺まだ。ここはスイーツ食べ。あ、こんだけ食いまくったんだからもういいだろう。まだ食べたり。このラブって書いてある。